はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日は5銘柄、そしてドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2024年の2月の1日木曜日、今が15時57分を待ったところです。今日の仮想通貨市場ですけど、ビットコインが若干反落気味、4万2000ドル付近まで落ちてきました。この要因については、昨日ですね、FOMC がありまして、パウエルさんの発言、ここに注目が集まっていたんですが、市場が思っていたよりは強気な発言をしてきたということで、株式市場も盛り上がっている中、若干冷や水を浴びせられたみたいな形になったわけですね。ただその中でビットコインはまだまだ底堅い動きをするんじゃないかなと思っています。そのあたりの、テクニカル分析をですねしっかりしていくのと、あと昨日の動画でもお伝えしたんですが、アルトコインのシーズンがですね、4月頃に来るんじゃないかみたいな話をしましたよね。でそこを見ていく上で、また今日ですね重要な指標があって、これもアルトシーズンがいつ来てもおかしくないような状況が示唆されているんですよね。で実はこの3月とか4月、このあたりって歴史的に見てもビットコインのパフォーマンスがいい月なんですね。今日はそのあたりまで皆さんと一緒に楽しく見ていきたいと思います。あと今日はマンタトークンのテクニカル分析もしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして総分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄ピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。でこれから仮想通貨始めたいという方に関しては、僕が実際に使っているおすすめの取引所、以下の概要欄にいくつか載せております。現物を始められる方は、まずはバイビット、ビットゲット、このあたりをですね、口座開設するのがおすすめかなと思います。今ちょうどキャンペーンなんかもやっておりますので、もし興味のある方は以下の概要欄チェックしていただければと思います。それでは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。はい、今日の仮想通貨市場はビットコインが619万ということで、前日比でいくとそこまで大きな変動はないですね。イーサに関しても33万3000円、ほぼ動きなしと、その他通貨見ても大きな動きをしたのはほとんどなかったですね。ただ昨日は XRP が結構下がりました。これもねちょっと重要なファンダメンタルズがあったようなので、ここもしっかりねチェックしていきたいと思います。じゃあその前に株式市場の動向から今日も見ていきたいと思います。今日の日経平均は反落しました。 0.76%、 36,011 円で終えております。これは昨日のアメリカの株式市場の流れを引き継いだという形になったんですが、昨日のアメリカの株式市場、重要なイベントがありました。それが FOMC ですね。 FRB が30、31日に開いた FOMC で政策金利、これはですね市場の予想通り据え置くことが決定されました。その一方でパウエルさんの発言に注目がされていたんですが、パウエルさん3月の利下げの可能性が高いとは考えていないと、3月の利下げ説を否定するようなですね発言をしてきたんですね。で声明では、インフレ率が持続的に 2% に向かっているとの確信を強めるまで誘導目標レンジの引き下げが適切になるとは見ていないと、つまり当局者は利下げを全然急いでいないよというメッセージを発してきたんですよね。市場ではもう3月利下げあるんじゃないかっていう風に期待感高まっていた中だったので、ちょっと冷や水を浴びせられたという形になりました。一応ビットコインもこの影響を受けて FOMC 後ですね、結構大きく下がってきたというような状況となっています。で今週に関してはまだまだですね重要経済イベントが控えていまして、まず今日に関しては24時に ISM の製造業景況指数が発表されます。それから2月の2日金曜日に関しては、アメリカの雇用統計がですね発表されるということで、雇用の状況今非常にキーになってきていますので、今週のですね金曜日も非常に注目度が高くなるんじゃないかなというふうに思っています。一旦パウエルさんが冷や水を浴びせてきたとはいえ、おそらく株式市場底堅いでしょうね。今大きく売るような市場環境ではないと思いますので、今後もビットコインも含めて底堅く動いていくんじゃないかなと個人的には思っています。はい、ということでここからですね仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、先ほどの流れの続きですね。 FRB のパウエル議長が3月利下げに冷や水を浴びせたということで、ビットコインは42,400ドルまで下落したということになりました。FOMC の内容に関しては先ほど言った通りですよね。でビットコインだけではなくて、イーサやカルダのアバランチ、ポルカドットなどの主要暗号資産は3から 4% 下落したと、ソラナに関しては 6% 以上下落したということで、ただねその後やっぱりね反発力も結構強いんですよね。底堅い動きを見せていると、なので今後もねこう現物を買っていくチャンスは続いていくんじゃないかなというふうに今のところを見ております。海外のアナリストなんかも4万4000ドルと、下が4万2000ドル付近、もしくは4万ドル付近ですよね。ここでレンジを作っているので、しばらくはここで値を固めていくような動きになるんじゃないか、そんな風な予想もされています。僕もおおむねこの予想には賛同しています。今後もね底堅く、そこまで大きくね売られるような材料はないので、かといってガンガン買われるようなファンダもないということからすると、やっぱり横ばいなんじゃないかなっていう風に目先に関しては思っています。そんな中昨日 XRP が結構下がったんですよね。これがまたかなり不安を煽るようなニュースだったということで、今日のコインポストのニュースなんですけれども、誤情報拡散で XRP の価格が急落したということですね。これちゃんと見ていくと、昨日ですねアメリカのリップル社の共同創業者のラーセン氏ですね、この方が XRP のアカウントが不正アクセスされてハッキングに遭いましたってっていうツイートをしたんですよね。で、その額もかなり大きくて、なんと 2.1 億 XRP、約 1.1 億ドル相当ということで、日本円だと150億円相当が盗まれたという話になってるんですよね。で、このラーセンさんは自分の個人のアカウントがハッキングされたっていうことを言いたかったようなんですけれども、ハッキングされたっていう情報が先に出てしまって、これもしかしたらリップル社にハッキングが入ったんじゃないか、そんな不安が流れて XRP が一時急落したということが言われています。最近こういった不正アクセスめちゃめちゃ増えていますし、個人を狙った詐欺とか、もちろんフィッシング詐欺なんかも含めてめちゃくちゃ増えてきていますよね。特にエアドロなんかもたくさん流行っていて、エアドロの、偽版のサイトとか、そういったところでメタマスクをつなげさせて、そこから資金を抜き出す、めっちゃ流行ってますよね。なのでやっぱりメタマスクをつなぐ先はしっかり公式なリンクかどうかっていうのを何度もチェックしたりとかっていうのももちろん重要ですし、あとは一回正しいリンクでアクセスできたんだったらそれをブックマークしておいて、そこからしか飛ばないようにするとか、そういった対策は今後も必要になってくるんじゃないかなと思います。ただ今回の件、リップル社にハッキングが入ったことではないということで、その点は安心していいんじゃないかなというふうに思っています。とはいえ XRP の価格結構下がってきていますよね。これは後でねテクニカル分析もするんですが、 XRP に限らずアルトコインもね結構下落基調になっている通貨、直近では多く散見されているんじゃないかなと思います。ただ一方でやっぱり今後アルトコインが盛り上がる準備は整っているんじゃないか、そんな風なですねデータも出ているんですよね。昨日もちょっとステーブルコインの供給量の話に触れたんですが、今日のコインテレグラフジャパンの記事でもステーブルコインの供給量に変化が起きていると、ビットコイン価格にもプラスに働くんじゃないか、そんなことが言われているんですよね。グラスノードのですねデータを見ていくと、ステーブルコイン供給比率 SSR っていう指標があるんですよね。でこの指標ってビットコインの市場価値と全てのステーブルコインの総価値、いわゆるマーケットキャップ時価総額ですね、これとの比率を表したものだということなんですよね。つまりこの数値が下がっているということは、市場にステーブルコインが結構溢れていて、いつでも買っていける準備ができているぞっていう風に見ることができる指標なんですよね。実際の指標がこちらなんですけれども、実際にコロナショックの時、この SSR めちゃめちゃ下がって、下がったところから大きな上昇につながりましたよね。で2023年の1月からビットコインは上昇し始めたわけですが、その前の時もかなりこの SSR の指標って下がっていたんですよね。そこから準備ができているということでみんなが買い出した。で一旦押し目をつけてまた買われた。でまた一旦押し目をつけてきているということで、ここでしっかり買われて、またもう一段ですね上昇するフェーズになるんじゃないか、そんなことがですね言われているんですよね。このグラスノートのレポートを見ていくと、グレースケールの GBTC からの資金流出ですよね。これが売り圧になっているっていう話もありましたが、これがだいぶですね緩和してきているっていう話があるということと、あと今機関投資家がやっぱりこの ETF 絡みでですねどんどん参入してきていると、この機関投資家の流入がオンチェーンの取引高を増加させている、もうすでにその兆候は見られているということで、結論付けられているんですよね。これはオンチェーンのデータを拾っているので非常に信頼感の高い、指標になっています。でもう一つねちょっとねテクニカル的な話で、海外のアナリストの方がですね今後アルトコインのシーズンが来るんじゃないかっていう、そういった分析をされているのでちょっとこれもね紹介したいんですが、このローソク足はアルトコインの時価総額ですねマーケットキャップを示していて、でこの移動平均線がですねこれ何の設定なのかっていうのは書かれていないんですが、この2本の移動平均線がゴールデンクロスを形成するところからアルトコインの時価総額がぐーっと伸びるフェーズが始まると、そんなことをですね言っているんですよね。確かにこれ見ていくと2016年のところもこのクロスから大きな上昇が始まったと、2020年のところもこのクロスから大きな上昇が始まった。そして2024年、今回もこのクロスがですね久しぶりに起こっているということで、過去の傾向からいくとここからアルトコインの時価総額がぐーっと伸びる状況になるんじゃないか、そういった分析をされているんですよね。特に根拠は確かにないんですけれども、確かにアノマリー的にはこのゴールデンクロスちょっと注目したいなと思ってしまいますよね。これローソク足1本が2週間のチャートだと思うので、若干のですね誤差はあるんですけれども、やっぱり今後数ヶ月以内に上昇フェーズがですね訪れるんじゃないかなというふうに思っています。ということでアルトコインが上昇する準備が整っているみたいな話を昨日今日とお伝えしているんですが、実際に毎年4月頃ってどんな相場になっているのか、ここ皆さん気になりますよね。過去のビットコインのリターン、月次のリターンを見ていくと結構ね面白いデータが出ていて、この4月バーッと見ていくとめちゃめちゃリターンが高いんですよね。特に2017年から2020年まで4年連続で 30% 以上の上昇を記録しているんですよね。しかもマイナスパーセントも 1%、3%、1% みたいな感じで、2022年は冬の相場で 17% ぐらい下がってはいるんですけれども、1年の中でもかなり上位に入るぐらいパフォーマンスのいい月なんですよね。なぜかは分かりませんけど、なので過去のアノマリーから言ってもこの春頃から上昇しだすっていうのはちょっと可能性としてはあるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。ということで今後数ヶ月間がやっぱり最後の仕込み時というか、か、もちろんそれ以降もね、新規のプロジェクトがたくさん出てくると思うので、そういったものに関しては仕込むチャンスってまだまだあると思うんですが、既存の通貨に関してはやっぱり今後数ヶ月が結構肝になってくるんじゃないかなと僕も思っています。そんな中でじゃあどの通貨を仕込んでいくか、これは非常に難しい話なんですけれども、一つ日本人もめちゃめちゃ注目しているトークンありますよね。それが体のエイダなんですけれども、グロック AI、 これイーロン・マスクさんの企業が作っている、AI チャットボットなんですが、このグロック AI が2024年末の体の価格を予想したと。これがね結構強気予想なんですよね。ちょっとね参考がてら見ていきたいと思うんですが、このフィンボールドの記事なんですが、体のが2024年末までにどこまで高いところまで上昇するのか、最も強気な見通しと弱気な見通し2つを提供してくれというふうに要求したらしいんですよね。そしたら返ってきました。強気の予想は2024年末までに 1.2 ドルから 1.6 ドル付近の範囲で取引されるんじゃないかと、そんな予想だったんですよね。じゃあ一方で超弱気なシナリオに関しては何て言ってきたのか、これもですね結構面白くて、弱気なシナリオ 0.35 ドルを上げたということなんですよね。市場環境が劇的に変化したりとか、予期せぬ技術的な問題が抱えてしまったりとか、最悪の事態を想定してっていう話なんですが、それでも 0.35 なんですよね。今の価格体の 0.49 付近なので、今から下がっても全然おかしくないぐらいのところなんですが、そこが最悪な予想だと。つまり AI に関してはこの体のに関してかなり強気な予想をしているということがですね伺えるんじゃないかなと思います。あくまでもこれは参考程度にということで、自己責任でお願いしたいと思います。どこがテクニカル的に重要になるかっていうポイントに関してはこの後のテクニカルでしっかり見ていきたいと思います。じゃあ最後にビットコインの板だけ確認していきたいと思うんですが、今のビットコインの板の状況、買い板がかなり厚くなっていますね。下に関してはだいたい4万1000ドル付近まで厚くなっているという状況ですかね。一方で売り板に関しては結構薄くなっていて、4万3000ドル付近で若干厚くなっているんですが、それ以降は結構スカスカな状況だということが言えるんじゃないかなと思います。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います。今のビットコインが4万2170ドルということで、昨日もうちょっと下がっていましたね。一時4万1800付近まで下がりましたかね。はい、その後若干反発して4万2000ドル付近ということになっています。冷やしで見るとこんな感じで4万4000ドルで結果的にはきっちり抵抗されてしまって若干下を選んでいるという形になっているんですが、一方で下に関しても、何本もですねサポートラインが引けるような環境になっていますので、大きく下がるというよりはこの辺で底堅く動く。ただ上に関しても重たさが広がっているということで、しばらくは4万4000から4万1000付近ぐらいですかね、この間の中で動いていくんじゃないかなというふうに思っています。その中でちょっと4時間足レベルでは結構ね抜けてもおかしくないような状況まで来ていたんですよね。その中で超短期的な話をすると、今回反発した4万1800付近、ここには綺麗な水平線が引けるんですよね。しかも前回の、上げ前水準のところだということで、これを下に抜かれるかどうかで結構大きく変わってくると思います。でここからちゃんと反発してもう1回4万3000ドルを回復していくんであれば、そのまま4万4000ドルを突破する可能性ももちろんねあるんじゃないかなというふうに思っています。でもし4万1800付近を下に抜けたとしても、4万1000ドルとか、あとはこの辺ですね4万ドル付近までいろんなラインがですね、相場を支えてくると思いますので、基本的には下がった相場でロングを狙う、なんだったらこの4万1800を、損切りラインとしてロングに入るっていう戦略も今はねありなんじゃないかなと個人的には思っています。それからイーサに関しても若干反落気味ということですが、イーサの方が反発力がちょっと強かったですかね。今の価格2277付近で動いています。結局のところこのボックス相場の中での動き、これが継続しているという形になりましたよね。イーサに関しても何度も言っている通り、この2150付近までのサポートは非常に強いと思います。何度も下髭を伸ばしてサポートされているという実績が見られています。その中で今ですね移動平均線の密集の中に、収まろうとしてきていますので、やっぱりこれを抜けるまでは、しばらくこの辺で横ばいして移動平均線が完全に密集した後からですね、上抜けていくみたいな、そういった相場になるんじゃないかなと僕は思っています。キーになるのは上が2400ですね。下に関しては2150、しばらくはこの中で動くんですが、抜けたところから大きな、トレンドがですね出る可能性は十分に考えられると思いますので、基本的には下がった相場で買っていく、2150付近また下がるんであれば現物的にもデイトレ的にもロングのチャンスなんじゃないかなというふうに思っています。その中で XRP が結構大きく売られました。今が49セントということで、これまで守ってきた50セントを冷やしレベルで今のところ明確に下抜けてしまっていると、これは結構ね厳しいチャートになってしまったかなというふうに思っています。ただ一方で XRP の冷やしチャート見ていくと47セント付近まではいろんなラインが引かれるわけですね。なので今回の下落も一旦その辺りまででは止まるんじゃないかなというふうに思っています。ただもし47セント割られたら結構まずいですね。もうこれを割られてしまったらこの39セント40セント付近まで暴落するというふうなことが考えられます。まあ今のところだと一旦ここでね、鎖固固めして、一旦反発を試しに行くと、まあ、そんな相場になるんじゃないかなと今のところ思っています。まあ、ただ以前から言っている通り55セントの水平線や移動平均線が全て上に乗っかってしまっている状況を考えると、短期的に反発したとしてもあんまりうかつに乗らない方がいいかなと、もう一回抵抗されて下がるシナリオっていうのはしっかりねイメージしておかないといけない状況かなというふうに思っています。まあ、その中でチェーンリンクはやっぱり強いですね。今が 15.7 ドルということで、まあ、以前からお伝えしていたここの移動平均線密集を抜けたところですよね。ここから続伸が続いていると、まあ、昨日もアルトコイン市場結構下がった中でチェーンリンクに関しては続伸していると非常に強いですよね。まあ、おそらくこの状況だとこのまんま、このボックス相場の上限値16ドル台だと思いますけれども 16.8 付近まで、一気に上昇する可能性は大いにあるんじゃないかなというふうに思っています。で前回4回ねチャレンジしてこの16ドルの上抜けはダメだったわけですけど、今回が移動平均線の支えもあって一番可能性は高いというふうに思っています。で4時間足レベルで見てもやっぱり完全に移動平均線密集していますよね。そこから若干ですね出来高も上がってきているということを考えると、まあ、このままの勢いで抜けていっても全然おかしくないかなというふうに思っています。まあ、チェーンリンクは引き続き注目されるかなというふうに見ております。それからニアプロトコルですね。これに関しても若干昨日は反落して 2.7 ドル付近まで下がっています。でこれはもう連日お伝えしている通り 2.6 ドルから3ドル付近までのここのサポート、これが直近の中では非常に効いてるんですよね。特にこの 2.6 ドル以下のところでは価格帯別の出来高がものすごい上がっています。まあ、つまりこの辺で買った人たちはまだ別に含み益だし、投げ売りするような状況ではないということなんですよね。そこからすると一旦この辺りでまた底固めをしてダブルボトムを形成した後ですね上昇し始めるんじゃないかなというふうに思っています。一応ここに関しては水平線やこの上昇トレンドラインですね、平行トレンドの下限値もありますので、まあ、割と底堅く今後はですね動いていくんじゃないかなと予想をしております。それからカルダのエイダなんですが今が49セントということで、短期的に反発しましたがここ3日間続落ということになっています。まあ、今回のこの上昇反発がダメに終わってしまったっていう今の状況を考えるともうしばらく横ばいもしくはだらだら下がってくるような相場になるんじゃないかなと予想をしております。下に関しては40セント付近、これが、体の歴史の中でも非常に重要なキーになる、価格帯になると思います。まあ、もしこの40セントまで下がってくるのであればこれは絶好の買い場になると思うんですが、おそらくそこまでは下がらないかなということでもう一段上のサポートラインだいたい45セント付近ですね。はい、この辺りがそこになってダブルボトム形成しに行くんじゃないかなというふうに今のところ予想しております。それから皆さん注目していると思われるマンタトークンですね。これも今話題のモジュラー型の、プロジェクトだということで、まあ、注目度高くバイナンスでもすでに上場されている銘柄ですよね。直近ではローンチされて一気に上がって今のところ若干下がってきているんですが、まあ、これあまりねテクニカル分析するような通貨ではないもののやっぱり総じて過去のバブル、前回のバブルを経験していない注目されているトークンに関しては今回のバブル相場で一気に上がる可能性僕はあるんじゃないかなというふうに思っています。でこのトークンもなんせまだ2週間ぐらいしか経っていないのでテクニカル分析はなかなか難しいんですが、一つ4時間足で見ていくとこの 2.1 ドルから 2.6 ドル付近、ここでですね若干レンジ相場を作ったっていう経験があるんですよね。まあ、上場後すぐにレンジ相場を作ったっていうところでこれは下がってきた時に結構意識される価格帯になることが多いわけですね。なので今3ドル付近まで下がってきていますがもうちょっと下がってくれば、現物をですね買い足してもいい水準になるんじゃないかなと僕は個人的には思っています。じゃあ最後ドル円ですね。今が 147.0 ということで、昨日一時ですね若干下がりまして 146.0 付近まで一旦下がったんですがそこから急反発を受けて、若干戻ってきているという形になっています。まあ引き続きこれは強いんじゃないかなというふうに見ているんですが、昨日は FOMC でねちょっと揺さぶられましたが結局蓋を開けてみると昨日の冷やしもちゃんと下髭を伸ばしてですね実態はこの水平線よりも上で、しっかり確定していると。で今日の冷やしに関しても一旦下を深掘ってはいるもののまた戻ってきてピンバーをつけているっていうことを考えるとやはりこの 146.6 付近のサポート力は強いんじゃないかなというふうに思っています。でただですねこのボックス相場みたいな形で動いているんですがじりじりと高値を切り下げてるんですよね。でどちらかというと下方向の圧力の方が強いってことが示されています。で今のところ下髭を2本作って、この移動平均線に支えられて上昇していくっていう可能性が高い位置関係にはなっているものの今回のチャンスで上昇しきれずにもう一回下がってきてしまうとかそういった風になった場合はちょっと見通しを変更しないといけなくなるかなという風に思っています。今のところ強気で見ているんですが今日明日のですね相場を見ながら中長期的な相場に関しては判断していかないといけないかなという風に思っています。まあ逆に言うと下からですねロングに入るチャンスでは今あるんじゃないかなという風に個人的には思っています。ということで今日は7通貨そしてドル円の状況を見てきました。まあ仮想通貨市場今はねちょっとお休みムードといういうか一旦小休止を挟んでいるような状況に見えるんですが、やっぱりここでしっかりですね仕込むかどうかっていうところが今後ですね左右してくるんじゃないかなと思っています。まあ動画の中盤でもお伝えしましたが、前回のバブルを経験していない今注目されているトークンに関しては今後大きな上昇になるんじゃないかなと僕は期待をしています。まあ大体このバブル相場4年サイクルを経て時価総額ランキングトップ20ぐらいの銘柄って半分以上入れ替わってしまうんですよね。そう考えると今時価総額ランキング40位50位60位そのあたりのトークンは全然上位に食い込む可能性あるかなというふうに思っていますので、まあたまにねこういったマントトークンとか今注目されている銘柄も今後分析していきたいと思います。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。